シューティングゲームです。横スクロールシューティング、さっきのあれみたいなもんですね。あの、はい、セクション Z にちょっと感じが似てるんですけども、これもめちゃレアなゲームです。面白いですよ、これ。喋ったな。こういう感じですね。これ前もね、やりましたけど、これも5年ぶりぐらいにやりますね。なんていうのかな。あ、これずっとセッパーでいける。空中のコントラっていう感じが、ああ、やられた。一機しかないねんな。めっちゃ難しい。効果音とかがコナミっぽいねんな。まあ、夏目ってね、コナミの人がね、設立したゲームメーカーなんですよ。コナミ賞がかなりあるんです。元コナミの人がね、立ち上げた会社なんで、夏目っていう会社なんで。3発でやられてる。結構食らった今。もうキンキンキンと音がもう完全にあれですもん、コントラですね。効果音がコントラです。コントラっていうか好みですよね。音楽もなんかコナミっぽいしね、やっぱそこはね。ダブル、あ、取れなかった。5年前やった時ってどこまで行ったんかな。1年クリアしたかどうかもちょっと覚えてない。多分1年クリアしてないような気がしますけどね。高いな、これ。これライフちゃうの。うわー、取れなかった。難しいね。1年長いんですかね。難易度設定とかもないしな、このゲーム。ライフじゃなくてレーザーかもしれないね、ヘルスのやつはね。あー、取っちゃった、結局。結構レアらしいんですよね。これクイックある程度進んだらクイックセーブです。クイックセーブ、セーブしといて。
ダブルって何やろ、移動性仕様だね、ダブル。あ、これか、さっき言ってたやつや。これいいや、いいや。面積があるから当てやすいというか、当てやすいというか、あと一発食らったら死ぬやん、これ。面積硬いやん。おお、怖っ。爽快感ありますよね、効果音とかいいです。この辺で死んだんじゃなかったっけ。だいぶ回復出ないかい、この辺。お、よくありますね、これ。うわ、やっいいね。まあいいや、終わりましょう。はい、ちょっと短かったですけどね。これはクイックセーブしながらやらないとちょっと先進めなそうな感じがします。2人用もできるんですね。これ2人用ってあれか、同時プレイできるの、これどうなんやろ。あ、同時プレイや、これはいいね。友達とやったら盛り上がりそう、このゲーム。はい、終わります。もう一回やります。連打で今度やるとだいぶ違うと思うんですけど、やるとだいぶ これいいですよ。回復とかないのかな。回復出ないよ。ああ、死んだ。はい、終わりましょう。